皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。佐藤です。今回の動画はですね、鈴木バーディ50でちょっとね、鳥海山の南側のふもとに鳥海高原家族旅行村というねところがあって、初めてねバーディでその山を登るんですけど、その様子をねお届けしようと思いますよ。それでは今週も行ってみましょう。はい、ということでね、バーディーで、鳥海高原家族旅行村に向かってるわけですけど、市内からだいたいね20キロぐらいかな、酒田市草津湯野台っていうところにあるんですけど、このバーディーはね3速なんですよ。 50cc、 もうエンジンとかはね完全ノーマルで、もうノーマルのね3速の原付なんですけど、原付でね山を登るのがちょっと僕もね不安だったんですけど、まあ、ちょっとねちょうど上り坂に入りましたので、ちょっとご覧くださいね。2速だったらね当然加速していくんですけど、3速にねギアを入れるとね、やっぱりねその失速しそうなねキープしながらも全然伸びていかない感じなんですよね。結構ね3速だとやっぱり失速しちゃって、かといってねセカンドにね2速に落とすとね回転がバーッと上がってね、もうねレッドゾーンっていうかね、その2速でマックス回してもね大体ね30キロぐらいなのでね、とてもね何て言うんですかね、僕の今までのそのねバイクに乗ってる感覚とねちょっとかけ離れてて、すっごくね大変な感じでしたけどね。結構ねそのボアアップとかってカブとか乗ってる、ね、方はやってるでしょ。バーディーはね一切ねそういうねそのオプションパーツとなんていうのはカスタムパーツみたいなのが全くなくて、ねやっぱりね 90cc で4速ね、これやっぱりその最低限そのぐらい必要なのかなと。まあ一般的にねその市内とかねその平地を走る分にはもう全然ね走れるんですけどね、正直ね 90cc がいいなと思いましたね。はい、ということでね家族旅行村を少し下っていくとね、菅生の池というねその人工で作った池があってね、これ初めて来たんですけどびっくりしましたね。こんな立派な池があったとは知らなくて、調べてみるとですね大正5年にね人造湖として作られてね、周囲はだいたい 1.3 キロぐらいで、一番深いところは10メートルもあるね、結構大きな池みたいでしたね。結構ねこの展望台もなんか木造でこうね立派なね建物で、ねもうただ池があるだけでねもう何もないんですけどね、結構ね静かなね落ち着く感じのね静かな池でしたね。
ここの池の周りをねぐるっと一周できるのかなと奥へね走っていったんですけど、残念ながらねそのクマが出るっていうことで、ね、通行止めになっていて、もう泣く泣く引き返しましたけどね。最近でもニュースでクマのね出没情報とかね多くなってね、本当ね気をつけないといけませんよね。もともとでもねクマっていうのはなんか臆病な生き物らしくてね、こうなんか音を鳴らしながら走っていけば向こうから逃げるみたいでしたけど、それではねここは酒田市増田なんですけど、増田に来たらもうここというね玉すだれの滝というね有名なスポットがあるのでね、そこをねずっと滝を見て今回の動画は終わりにしたいと思います。駐車場から歩いて行ってねこの鳥居をくぐるんですけど、鳥居からだいたいね滝まで300メートルぐらいなんですけど、歩いてすぐ左側にねこのポンポン石っていうのがあるんですよ。自分の年の数だけねポンポンポンとね叩くと、石を叩くとねご利益があるって書いてあるんですけどね、実はねこの増田地区に僕親戚があって、僕のおじさんもね子供の頃によくこのね昔ながらのバスとかでね来たんでしょうね。でこのポンポン石よく叩いたよとかってね言ってましたけどね、この大きな岩というか石はですね目洗い石と言ってね、てっぺんからなんか湧き水が湧いてきてその水で目を洗う目が治ったとかっていうね伝説があるみたいですけどね、まあ昔話ですけどね、信じるか信じないかはあなた次第ってことで、僕は信じませんけどねでもなんか夢があってねいいじゃないですかね。この道をねもう少し歩いていくとね御嶽神社っていうね約1200年前に建てられた神社があって、で毎年ねお正月とかに獅子舞とかってね、前僕動画で配信させていただいたことがあったんですけどね、今でもねこの増田地区の人たちがねその昔からの伝統を守ってねお祭りしてるみたいでね、ここがですね御嶽神社の清水って書いてますね。ここで僕は手を洗ってね滝の方へ、ね、進んでいったんですけど、それではですねこの御嶽神社を通り過ぎると玉すだれの滝が見えてきますのでね、落差63メートル、ね、本当に玉すだれのようにね滝が流れてきますのでね、最後まで見てくださいね。